さっきのは何ていう題名なの。さっきのは UT っていう曲で UT、 UT 大サビは、もうちょっとコード一緒で一緒でOnce upon a time, seaside story. You was a letter as fast as you can. 世界の外で I love you, baby. 永遠に繰り返すかいみたいな感じなんですけど。ええ曲なの。いい曲なんですよ。なのに？なのに。弾けへん。僕ね、ちょっとね、あの、昨日夜勤で。いいわ。わかるよ。ヤギンな。スペースインフォメーションを途中までやってる。大サビはもう、さっきと一緒で、さっきと一緒でギターソロの終わりに大サビ入るの。いや、入んないですね。入んない。どこから大サビ入るの。大サビ、大サビ大サビに引っかかったの、まあ、大サビってその C メロみたいな。 C メロ、なんだろう、洋楽チックなんで、うん、あんまりその C メロとか A メロとかないんですよ。ローリングストーンみたいな。いや、言えないみたいな。お手上げやん。知ってる、知ってるバンド名言うただけやん。じゃあ、最後の曲、まだ時間のかな。最後の曲、最後の曲。難しいな、最後の曲。リハだろ、リハだろ、また何を聞きたいですか。リハだろ、逆にローリングストーンズ聞きたいな。ローリングストーンズ結構3曲ぐらいリクエストしてる。ローリングストーンズ聞きたい。お願いします。大サビで、大サビで。ここまでですよ。続きはウェブでいいね。もうでもそこ聞いたらストーンズって分かるもんね。そこ聞いたらストーンズって、うん、あと何かな。じゃあ、そうね、ライディーン、ライディーン。じゃあ最後にライディーンやる。うん、じゃあ、始まります。
正解がわからん。